はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、ラッパ千代丸です。さあ本日なんですが、ソロモードにてね、新しいね、モンスターが追加されましてね、セキュリティフォース今日は使っていこうと思ってまして、皆さんソロモードやりました？セキュリティフォース、これどういうテーマかっていうと、なんかセキュリティフォースっていうのはですね、なんかまあ令和のポリスメンみたいな感じで、あの相手のモンスターを逮捕していくみたいな感じのテーマになっていまして、縦列にね、同じ縦列に効果を付与するみたいな感じなんですよ。例えばこのグラビティのであれば、召喚特殊召喚成功時、グラビティの以外のセキュリティフォースカードをサーチできるっていう効果と、あと、自分のセキュリティフォースモンスターの正面のモンスターがフィールドが離れたら除外されるっていうマクロコスモスみたいなあの効果付与できますと。で、プラティナであればその打点がダウンするとかね、あと除外ゾーンからモンスター特殊召喚できるみたいな効果とか、あとこの、ラプセルであれば墓地から特殊召喚と、手札からセキュリティカードを除外して、セキュリティフォースモンスターの正面のモンスター全部破壊するみたいな。だから、あちなみにこいつは新規で追加されたんですけど、グラビティのを出して除外できる状態にしといて相手のモンスターで全部っぱしたり、あとこのエースモンスターであるこのジャスティファイね、スタンティンバイのモンスター、これセキュリティボスモンスターを含む効果モンスター3体っていうかなり出しにくい条件なんですけど、自分相手ターンに相手フィールドの効果モンスター1体対象に、そのモンスターの効果無効にして、リンク先で連れてくるっていう効果があります。で、こいつがぶん殴るダメージステップ開始時にリンク先のモンスターが全部除外できるということで、まあ、だからなんか連れてきて逮捕して除外するみたいな、豚箱にぶち込むみたいな感じですね。はい、これ気持ちかっこいいんですよこれで。この手今どうやって動かしていくかっていうと、もう本当にこれ千代丸命、千代丸が全て、このモンスターがないと展開ができません。なんなら、これがモンスターゾーンに存在する限り、自分のセキュリティフォースモンスターの正面のモンスターが自身と同じ縦列のモンスターしか攻撃対象にできないっていう、まあ、おまけ効果なんですこれ。展開効果は2番で、手札からセキュリティフォースカード除外すると、これ手札に戻しながらデッキからセキュリティフォース出すっていう守備表示でっていう効果あって、これ相手なんでも発動できますと。だから、千代丸効果で、手札のグラビティの除外して、プラティナ出してきて除外ゾーンからグラビティ の呼び戻すみたいな動きが基本ですね。で、一応こいつ戦速なんで、イゾルデとかがからアクセスができるんで、今回イゾルデを出せるようにエクスパラディン入ってます。エクスパラディンとチューナイトね。ラッパ千代丸に初動頼りってなんですよね、このデッキ。だから、まあ初動が細い、このテーマは。もう、ラッパ千代丸にアクセスできなかったら終わり。で、ラッパ千代丸が止められたらそれでも それはそれで終わり。みたいなね、すごくね、細いテーマなんですよ。で、もう高校まくれる能力ないんで、基本的には。なんでも今回先行で勝てるように構築してまして、まあ、一応高校取った時もディメンションアトラクターとかね、ぶん投げれば一応ワンチャンだけど、これディメンションアトラクターかでも動けるテーマです。まあ、強いところはそこから、そのディメンションアトラクターとか次元の裂け目とか、これ貼られたところで動けるっていうのがこのデッキのいいところですね。だ自分で貼っていくと。で、あとはまあティアラメッツメタルようになんかソウルドレインとか入っていくと、これどうなん、まあ、環境見てるんだと何でもいいわ、これ。ソウルドレインはちなみに自分が全く刺さないんで、入れてます。はい。で、妨害はどうやってやっていくかっていうと、このさっき のジャスティファイの無効と、あと、このチェイス。これセキュリティボスの数までね、相手フィールド上の表側表示のカードをバウンスできるよっていう効果があるんですよ。で、これで、相手のカードバウンスできるんだけど、そのバウンスするカードは、グラビティーノの前のカードだったら除外されるから、一応バウンスじゃなくて除外になるみたいな感じの、まあそういうコンボですね。はい。で、合金採用しまして、これはもうほんと千代丸から動きたいからですね。千代丸から動きたい。この辺が採用されてる千代丸を引きたいから。で、一応合金用になんかその必要なカードは3枚積んでます。イゾルデとか、セキュリティフォースジャスティファイとか。まあ合金採用しない場合は別にこれ1枚とかでいいんですけど。今回はこれの都合上でこれ3枚と。高えな、これ。エクストラ。イゾルデ3枚あるやつ誰、何人だみたいな話あるけどね。はい。まあちょっと、動かし方ね、結構面白いので。はい、よかったらご覧ください。やっていきましょう。デュエル。スタンバイ。おかしいな。新ソロモードが追加されたのに、このデッキ誰とも当たんねえぞ。大人気テーマ、爆弾かと思ったんだかな。まあ、とりあえず強力で金満な壺を発動するぜ。エクストラデッキからカードを6枚除外して、カードを2枚ドロー。エクストラは結構同じようなカードいっぱい入れてるんで、まあ、だってここに裏に打ってくれるんだ、いいわ。あ、なんもない。なるほど。裂け目あるからまあアトラクターいいか。ちょっとアトラクターあるとイゾルデムーブがちょっとできなくなっちゃうので、装備方やばい、やめて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 やめろ
初動薄すぎて貫通できないですよね、誘発を。このデッキ召喚剣も被るし、なんか召喚剣使わずにイゾルでできるなんかで、カードないですかね。僕が探した感じなかったんですけど召喚剣を使わずにあのイゾルデをしたいんですけど、一応あれか、あのスピードロイドとか使ったら三シンクロできるのかな。でもあれ数属性しか出さないのかね。とりあえずティアラ親子のカード発動して、で事故った時はごまかしていくスタイルね。はい、一角獣の方いらな、引いちゃったクソカード。このデッキな、なんか引いちゃいけないカードもそこそこあるんだよな。まあ一応戻せるようにはしてますけどね。まあ、チューンナイトを装備しましょう。で、チューンナイト装備解除特殊召喚。はい、OK。チューンナイト装備解除特殊召喚。で、チューンナイトの効果を発動しない。で、一角獣の方を装備。これ、デッキに戻すためですね。はい、引いてしまった一角獣の方とか、まあ、月の盾は装備してリンクスワインにすると戻るんで、まあ、これで一応すびきをケアしていくスタイル。さあ、イゾルデを特殊召喚し、で一角獣の方の効果を発動していく。OK。でも結局千代丸は出せるけどみたいなのがあるね。レトロアクティブ持ってくるでしょ。でアクティブにして、で、装備カードは戻る。一応装備カード魔法カードなんで、一応次元の下げ目あっても送れるので、ここは大丈夫ですね。で、2ですね。はい、これ下げ目以下とかマクロコスモスかでも動けるのが一応このテーマの。うずキモ、いい加減にしろお前クソが、クソゲーまあ相手も多分思ってるけど相手も多分思ってるけどクソゲーだ。まあいいや、レトロアクティブはちなみに手札から、あ、1枚しかない。レトロアクティブは手札からもリンクスワンにできるぜ。うわあ、現れよセキュリティボス、ジャスティファイ、スタンディバー、今一人一人の胸の中目を覚ませば Time to go あ、やべ、効果発動するのでした。あ、まあいいか、除外されるから。メイン2、ジャスティファイ君は、ま、仮面ライダーファイズ、ま、イッサさんですね。イッサさん、実質イッサさんです、これ。はい、はい、イッサさんです。これ相手のモンスターをね、効果を無効にしてリンク先に持ってくるっていう一応効果ありまして、まそれはそこそこ強いんですけど、で、こいつが戦闘するとき、なんかぶん殴るとき、リンク先のモンスター全部除外するっていうガチでやばい効果ありまして、これ、何デッキかもはやわかんねえな。もはや何デッキこれ。これ、多分次元の下げ目めっちゃ辛いじゃん、これ。あー、なるほど。ティアラメンツかな。なんかティアラメンツ臭いな、入ってるカードは。ソウルドレインも、なんか、きついそうだね、じゃあ。もうティアラメンツ親子のデッキなんで、これ。実質ね。はい。この2つのカードがめっちゃ辛いといったところでしょうか。妨害はちなみに今ジャスティファイしかありません。あー、やっと来た、おっせえよお前、本当にお前がいないとこのデッキ始まんねんだわ。さあ、セキュリティフォース、ラッパチヨマルを召喚して効果発動。ラッパチヨマルの効果によってグラビティ、グラビティのを除外して、このカードを手札に戻してデッキから、セキュリティフォースを特殊召喚で、プラティナの効果除外されている。セキュリティフォースを特殊召喚、ほいで効果発動。グラビティ、グラビティ の効果によってセキュリティフォースをサーチ。オーケー、チェイスかな、まあ、妨害なんでチェイスですね。これチェイスは、バウンス、セキュリティフォースの数だけバウンスで、グラビティのがいると、同じ縦の列のモンスターは全部除外されるという、まあ、これもまたマクロコスモスみたいな効果を持っています。最強、ちなみにワンキルはできねえチナワンキルはできねえあ、いや、今あれかな、レトロアクティブに今入ってたら、あ、でも関係ないな、うん、関係ないわ。まあでも一応これで、グラビティードの妨害と、チェイスの妨害があるので、まあそこそこ強そうな妨害が残ってますよ。さあ、その伏せカード何ですか。あ、やっぱりな、オッケー、スクリームどうぞ。いや、これ多分ソウルドレインと次元の裂け目めっちゃ辛いでしょいや、多分、いや多分だ、以上だと思うんだけどな。まあ一回もう裏とかもういいでしょ、これもう通していいわ。あ、いや、でもこれ打点高くなるのめんどくさいか、打点高くなるのめんどくさい。まあ、関係ないからバウンスできるから。ちなみに結構セキュリティフォース触ったんですけど、
ほんとマジでやりようなくて、このデッキ、これ以外。なんか勝ち筋、他のなんかその次元と叫びとかに、求める以外なんかあんまやりようなくて。なんかね、メインギミックね、妨害されやすいんだよね、めっちゃ。めっちゃ妨害されやすいんですよ。そこがめんどくさいところですね。やべ、打点下がっちゃった。あいつ打点高え、やべ、ペルレーラとスクリームで打点逆転してる。やばい、まずい。お帰りください。帰っていただいてもよろしいでしょうか。お帰りください。さらにカードを選択しましょう。これさ、戻してもったら打点下がんだっけ、下がんないんだっけ。これちなみにグラビティーノがあるとバンクされるカードは除外されるぜ。お前縦列間違えたんじゃねえか。はい、最強ですね。はいタイト、はい、残念でしたね。残念でしたね。こんな、ようなわからん謎のデッキに負けてるの詳しくないんですか、三強トップさん。強いのは次元の作目とソウルドロインなんだけど。対戦ありがとうございました。よし、とりあえず一勝。おし、最強の高校ゲームに仕掛けがあるぞ。これで分からせよう。このカードが詰めることくらいかな、このデッキのいいところ。メイル、まあ、メイル書だったら投げていいか。バーン、全部落ちろ、全部落ちろ。なんかやばいカード全部落ちろ。ハーフにして全部いけ。あ、ペル、あ、ペルーヌいった。鼓動ブドラ、まあ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 、言うて動かれてなかったか。じゃあこれ落ち弱えな。はい、まあディメンションアトラクターかなんで、まあ動けないですよね、あの人ね。あ、いやいやいや、いいでしょう。まあ、サリークはありそうな気はするが、まあ墓地送ってくれんたら、まあ合金かぶりは弱いな。まあ、一旦ちょっと6枚除外させてもらうわ。はい、一旦6枚除外させてもらって、ジャスティファイ全部いったじゃねえか、ふざけんなおい。おい、ジャスティファイ全部いったじゃねえか。何のために3枚、何のために3枚生成者と思ってるてめえ。クソかよ、クソゲーじゃねえか、マジでクソゲーなんだけど。何のために3枚生成者と思ってんだよ、ふざけんな。クソが、ちょっと一旦チューンナイト装備するか。イゾルで出しに行ってもな、あれなんだよな、そう、あのモンスターサーチしかできないんですよね。ディメンションアタックとぶん投げちゃってるんで、装備カードが墓地に送れねえとかいう地獄みたいなこと起きてるから、まあ、これは俺がやったことはしょうがないんだけど、イゾルで、で、次のターンのリソースを確保して、はい。あ、まあ、法要か。なるほど。まあ、サーチ法要、まあ、確かに、どっちにしても、どっかで止めないといけないから、まあ、そうだね。まあ、いいや、それは。はい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 、いいでしょう。いいでしょう。これ、ちなみに、あれですからね、ソウルドレイン引いてるから、まあ、なんとかなりそうですけど、これ、ソウルドレインなかったら、これだけで終わりですからね。このデッキこれで終了だから、はい、これでこんぐらいの、こんぐらいで勘弁しといてやるわ。今回はこんぐらいで勘弁しといてやるわ。イゾルで短期エンド、とりあえずソウルドラインで、ちょハートピーツマジやめて。ソウルドラインやっといたらまあなんとかなるだろう。ティアラメンツは多分だけど、いやこのデッキね本当にね絶望的に弱いからね、こういうカードに頼らないと多分ね無理なんだよね。やってる思ったけど、なんか本当にもらずに10連敗ぐらいしてから、この前もう気狂ってっから。こっちもケルベック、はいどうぞ。でケルベック、まあどっちにしても、まあ、墓地の効果発動できないからね。これあれかな、ハートビーツ2枚入ってんのかな、ちゃんと2枚3枚もう入ってなかったらかなり、もういいや、もうジャスティファイいないからもう全部ドローしよう。ジャスティファイいないからもういいや、全部飛ぶとは思わんかった俺も。さすがにヴァンパイアもいったな。アーゼウスとゼロボロス、ガチでゴミだな。ガチでゴミしかねえ、ガチでゴミしか残ってねえ。てかイゾルで先使ってからの方がいい。あでもダメか、あの合金は先に打たないといけないもん。で月山の盾墓地を食って、でレトロアクティブ特殊召喚していく。レトロアクティブレベル1の選手なんで、一応ね1枚でもいけることはいけるんですよ。はい、なんでこれで特殊召喚していく。
で、レトロアクティブ効果、自分を手札に戻しながら、手札から、石油ディフォース出せるという効果。あれサリークじゃねえのかな。まあでラッパ千代丸除外ゾーンになんもねえんだよな。今除外ゾーンになんもねえんだよな。まあ普通に直接グラビティのかな。じゃあプラティナとかいうモンスターが一応あの除外ゾーンからモンスター呼び寄せるんですけど、プラティナはプラティナ自身を蘇らせることできなくてマジでゴミなんで、ここでまあ直接グラビティの臭いですねこれね。はい、直グラで効果発動で、グラビティの効果でセキュリティフォースカードを手札に加えることができる。 OK で、ここで、チェイス持ってきて、でこれどこまでも追いかけていくと、どこまでも追いかけていくスタイルで、これでぶん殴っていくしかないか。で、グラビティのがいると、縦列の、同じ縦列のセキュリティフォースと同じ縦列のモンスターは除外されると。はい、牢屋にぶち込んでいくスタイルね。よし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 、いいぞ。よし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 、守備力高めとくか。一角獣の本でグラビティーノのハハ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 。ちなみに今、真ん中と左から2番目の立った率のモンスターは除外されますゲームからフィールドが離れる場合に、ね、これ結構ねキトカロスとかの効果に遅延してあの出すと意外と止まってくれたりするんだけど。でラッパ千代丸効果、レトロアクティブかな。いやプラティナか、いやプラティナだな。で、レトロアクティブ残しとく意味ねえか。レトロアクティブ、あ同時にね。あいいよいいよ全然いいよ。言ってそんな特殊かもしねえしそんなに特殊長かもしねえし。グラビティの出して、まあ、これで終わりレベルだからね。でグラビティの効果発動してセキュリティフォースを、持ってくる効果で、まあ、ブリッジ持ってきて、これ何でもサーチですね。フィールド魔法のセキュリティフォースをサーチできるかと。はい、なるほどね。もうなんかスーパーメタベイトみたいな感じになってんだけど、なんでかっていうとジャスティファイが合金で全部飛んでるからですね。はい、あの男仕事全然しないんですけど、どうしたらいいんですか。もう一回グラビティーノかな。で千代丸からグラビティーノからのプラティナのムーブでね。はい、で召喚でラッパ千代丸効果発動、グラビティーノゲームから除外してプラティナ特殊召喚。はい、ほいほいで、プラティナ特殊召喚効果、除外ゾーンからグラビティーノ持ってくる。オッケー、おらおらジャスティファイ出しはったな。はい、効果、よし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 、これで5分の4列除外されるぞ。相手の5分の4列逮捕できる、5分の4列逮捕できる神。はいはい、オッケー。バトルフェイズ入りますか。バトルフェイズ、さあトリプルグラビティーノの圧倒的圧を食らえ。さあてめえのモンスターゲームから除外されるぜこれ勝ってる、戦闘プレイ、あ勝ってるわ。オッケー、ボゲが何がティアラメンツじゃ。ちなみに多分メインギミックだけだと多分僕ここボコにされてるんでしょうね、このデッキ。逮捕しちゃうぞ、対戦ありがとうございました。はあ、なるほど。上級ばっかりっていうあの地獄の反動が来ました。これもやばいよな。なんか千代丸に頼りすぎてんだよ、このデッキ。千代丸ないと本当に何にもできない。ああ、で千代丸止められても何にもできないし。ああ、そういうタイプの、ああ、そういうタイプのデッキ。キモタイプのデッキか。千代丸拾いに行かないと本当に何もできないな。あー、まあパラディになったらまだあるか、ワンチャン。まあ、どうせ止められるっけな、これ。ゴールから贈り物、え、マジで、やったの、2枚ドローさせてくれた。神。神ゲー起きた。え、大暴落は
は？キモキモ、え、ゲボキモいんだけど、何これ、やべえ、縦しか残んなかったんだけど、縦オンリーなんだけど、あ、なんだこいつ、え、そっからのご都合展開激キモなんだけど、え、これランク8ってこと、嘘でしょ、ラビオンってこと、は、いや納得がいかん、とりあえずこいつはブロックしていい、いやブロックじゃなくて逮捕しろってな